おはようございます。森口でございます。今日もよろしくお願いします。今日は1月の3日の火曜日です。お題がこちら。資産所得倍増プラン、倍にするにはということで、今日はまだ1月の3日です。毎朝7時配信チャート分析チャンネルではございますが、お正月相場は動いていないということで、今、 岸田首相が掲げてますこの資産所得倍増プランとはという概要をざっくりと把握し本当に倍にするためにはっていうポイントをつかんでそして倍にするための必要なアクションという形で話を進めさせていただきたいなというふうに思っております。よろしくお願いします。ということでこのチャンネルではこういった形で最新の状況を取り上げたうで,でのテクニカル分析朝7時目標で更新をしているんですがまあ日曜日とか休日とかそういう動画は株についてお金について広く動画を発信してますのでぜひチャンネル登録よろしく よろしくお願いしますでは今日の内容まずはね資産所得倍増プランの振り返りをざっくりと入れさせてくださいこの資産所得倍増プランというのは11月28日に開催されました資産主義実現会議の中で決定した資産所得倍増プランというものがありますででこここからはですねこの 内閣官房の資料をざっくりと見ていきたいと思うんですけども基本的な考え方っていうふうになってて結構長かったのでまとめてみるとこんな感じでした日本の家計の金融資産は2000兆円ぐらい結構大きな金額があるんですよねでも残念ながらほとんどが現預金であんまり運用されてない増えてない っていうのがすごく大きな問題だよねで株式投資などで運用されてる金額っていうのは244兆円しかないし投資家もですね人口は1億2000万人ぐらいいるんだけど2000万人しかいない,い少ないなっていうねまあそんな感じであって欧米とかに比べるとこういったところがちょっと弱いよねということでここに改革を起こしていこうということで資産所得倍増みたいに言ってるわけですねそしてイメージするのは 中間層にとって投資しやすすいい環境整備を行いますよそうすると資産所得が増えていくしそれが今度企業の成長投資の源泉になって企業価値が向上し企業価値が拡大するそうすると投資家の方々の金融所得がさらに拡大してまた成長投資の源泉になってってこういううまい循環みたいなものを作れないかなっていうのがねえ考え方の基本的な部分にあるということをぜひ押さえておいてくださいで目標を掲げたわけですが目標っていうのがですね 1> 第1に投資経験者を倍にしますというところ第2に投資の金額を倍増させますよというところそして最終的には資産運用収入そのものを倍増するつまり資産所得倍増計画みたいなそういう目標だというところになっておりますただしまあいくつか問題があるなということでアンケート結果が載ってまして何で投資やらないのっていうアンケートによれば余裕資金がないんですとか 資産運用に関する知識がないんですとかちょっと不安なんですっていうところがネックになっているということなので。 改革の内容としまして簡単で使いやすくてちっちゃくても投資ができるよっていうことを重要視した上で改革を行いますその上で7本の柱こんな風に掲げさせていただきましたっていうのがですねえ金融所得倍増プランという形にはなっているということですねえただこういった概要を抑えた上でじゃあどうやったら本当に倍にできるんですかってことなんですけどもこのプランをねバッと見た上で重要なことは何だろうって思った時にこれ誰に恩恵があるのかといつまで恩恵があるのかと 何に一番力を入れているのかっていうところがねとても重要かなというふうに思いましたまたこれは言葉の簡単な説明ではありますが資産所得倍増っていうのは資産倍増ではないよっていうところですね 100万円の資産が200万円になるよとか1000万円の資産が2000万円になるよということじゃなくって資産所得が例えば10万円あったならばそれを20万円に増やそうぜっていうねそういうプランでございますのでそこだけ誤解のないよ,うよろしくお願いいたしますで誰にっていうところで考えますと頻繁する言葉はですね中間層だと思いますねそしていつまでっていうところで見ると5年っていうキーワードがたくさん出てきましたねそして何にっていうところでいくと 明らかにここに偏ってるなというふうに思っております一応7本の柱というふうに掲げられいてことかもね注目されますし他にもたくさんなんかいろいろあるんですけども完全に目標を見る限りはですね中間層を中心とする層に向けた5年間で NISA をどうにか使ってくださいねっていうプランにしか僕には見えてこないなというふうに思っておりますなのでぜひですねこの3つを意識していかなければいけないんですがじゃあ何にしなきゃいけないか何しなきゃいけ いないか一つ大きな目標としましてはなるべく早く中間層以上になりましょうということが目標になるんじゃないかなと思いますちなみに中間層ってどれぐらいっていうことなんですけどもあの明確な定義は決まっていないそうですまあ、これをどう捉えるかはあれですけどもちょっとねネガティブに捉えるんであれば随分曖昧な抽象的な表現を使ってちょっとずるいなぁなんていうふうに思ったりしましたが、まあ、そんなこと言ってもしょうがないのでなるべく早くね中間層まで上がっていこうそして新任差をですねなる なるべく活用するしてさえくれればきっと倍にできるんじゃないですかっていうそんな政府のね計画なのかななんていうふうに考えておりますで新 n i s を見てみるとこんな感じで内容が変わるんですよねこれは新しいプランになっております金融庁の資料になっていて税制改正対抗に載っているものですね皆さんもきっとなんとなく抑えてる方も多いんじゃないかなというふうに思いますが今積みたて NISA が40万円から120万円まで増えますよということで月10万円ぐらいはね 積み立てででニーサがききるこれは結構大いいいなとううふうに思いますよねまた成長投資枠今までの一般ニーサの枠が120万円だったものが240万円になり合計するとまあマックスいけば360万円まで年間で投資ができるということですよねで非課税期間とか保有期間とかは無期限と高級化という言葉が並んでおりますがこの非課税保有限度額1800万円を考えますと360万円で最短5年で達成できますからやっぱりこの 辺の数字はかなり意識されてるんだろうなというふうに思いますしこれを見てお金を持っている人はですねお、こんないい制度になったのかじゃあ使おうかなというところになるんじゃないかなと思いますで、政府としてはなるべく手っ取り早く成果を上げたいのでなるべく上の人が持っている人がお金を持っている人が引っ張り上げてほしいというそんな意図を感じるかなと思いますでその意図があればあるほどですね実際に投資資金投資に回すお金を持 ている人が超有利なので、全員の資産所得が倍増するというよりは、持っている人がよりお金、えー、非課税、そういったメリットを受けられる、そういう計画に今のところはなってしまっているのかなというふうに思います。ただし、もちろん私たちにもメリットを作ることは十分に可能であるプランであることは間違いありません。なので、資産を倍にするため、資産所得を倍にするために必要なアクションとして考えていきたいと思います。 それは何かというとやっぱりまずは投資に回すお金を増やすしかないんですねどうやって投資に回すお金を増やすかっていうとこれもシンプルでして収入から支出を引いたら余剰金が出ますこの余剰金の一部が投資に回るということを考えればですねやはり収入を増やして支出を減らすしかないわけですねなのでこの2つを具体的にやっていきましょうということですそしてそれに対して今すぐ始める3つのことということでバイトじゃない副業節約じゃない家計管理小さ なくても株式投資というちょっと意味深な3つの表現を使わせていただきますこの内容に関しましては23年の後半に2冊目の本を書きたいと思っているんですがそこにズバッと乗せていきたいなと思っていますまあ、時間を切り売りするバイトじゃなかなか収入増えませんからそうじゃなくて自分で作る副業をやっていきましょうねってことだし節約だとね今が本当に貧しくなっちゃいますから節約だけじゃない節約志向じゃない投資志向を持った家計管理をしていこうということとなるべくねこの 非課税の高級化とか無期限化とかを意識して福利を最大限活用するために今すぐ株式投資ちっちゃくてもいいんで始めていきましょうねっていうこの3つを始めることによって最終的なね資産を 大きく増やすことができるし、まあ五年という縛りじゃなくても資産所得っていうのはいずれ倍増することは全然可能なんじゃないかなというふうに思う限りでございます。また個人的には投資ユーチューバーということで、投資ユーチューバー系の動画は大体チェックをするんですが、やはり中でもね。 大きな情報源としてですねこの両学長リベラルアーツ大学の YouTube 動画を結構よく見ることがあるんですがこれが今年23年一発目の動画だったんですねで今年やりたい学長の制作5選とみんなへの宿題1選ということでこの宿題がね なんと、副業で月5万円作れるように頑張ってみましょうね、今すぐ副業を始めてみましょうねってことだったんですね、まさにこの内容とすごくかぶっていたので、今回ね、この動画を撮りたいなというふうに思った限りでございます。で、この動画の中でも、副業をやらない理由を語る人がすごく多いんだけども、じゃなくて、やらない、えー、デメリットってあんまないんじゃないかみたいな話をしていたんですよね。でむしろですね、副業を始めるとこんなメリットがあるよっていうところで、3つ挙げてみました。 はシンプルにちゃんと副業で利益が出れば稼ぐ力が増えるっていうところですよねそして2つ目はやっぱり自分で何かを作って やるってことはビジネスを経験するってことになるのでまあ最低限の知識は必要になるし0から1の売り上げを作ってそれを広げていくマーケティングをやってみたいな形の知識や経験が身につくわけですねそんな簡単じゃないからこそ今すぐ始めた方がいいと思うんですねそしてこの知識経験っていうのが個別株投資にも生きてくる場面って当然あるんですよね当然ビジネスをしている企業に個別株で投資をしているわけですよねなのでその個別株投資にも生きてくると思うんですねまたこの個別株 株投資っていうのはやっぱり積み立て NISA とかでインデックス投資とかで最低限の利回りっていうのは確保できると思うんですがやっぱ個別株投資をやる意味っていうのはよりこの利回りを上げられるポイントになるんじゃないかなというふうには考えてるんですねそこにはやっぱりビジネスの知識経験も必要だし個別株投資の知識経験も必要だしそれらを上手に活用して本当に有望な会社の株を買うことによってインデックスを上回る高い利回りを作るということがもう一つの目的ですよね そして運用資金を最大化させるためにこの3つをやってしっかりと投資資金を増やしておけばですねいずれ投資資金いやいや資産所得倍増どころかですね資産を倍増することも決して夢じゃないんじゃないかなという風に思いますぜひのでぜひですね今すぐ投資資金を増やそうということで収入を増やし支出を減らすそのために副業家計管理株式投資を始めてそして副業の3つのメリットをなるべく早く享受できる ようにして多くの資金と高い利回りで資産所得だけでなく資産も倍増していこうというのがねとても大事なアクションになっていくんじゃないかなというふうに思います。 ということで、今日の動画のまとめです。資産所得倍増プランとはということで話をさせていただきましたが、眠った金融資産を動かすために NISA や IDECO を変えるプランだよというふうに僕は捉えております。一応概要としましてはね、こんな感じで出てますし、こういうふうに循環を生み出すといいよねというところだったりとか、7本の柱ってありますけども、目標は明らかに NISA、NISA、NISA というふうになってますからね、やっぱり NISA を活用しない手はないんだなというふうに思います。これが誰に向けたプランかとというとやっぱり中間層 以上なんですよねなのでやっぱりなるべく早く中間層以上にならないとしかも5年間ぐらいでならないとこの NISA を活用しないと有利なねこのメリットっていうのは生かしきれないんじゃないかななんていうふうに考えたりもしました少しでも早く中間層以上になれるように頑張っていきましょうそのためには収入を増やして支出を管理する必要がある単に無謀に節約すればいいというわけではないのでしっかりとねまずは副業して収入を増やし家計管理で月10万円を副業はメリット しかないいのではというそんな話もしましまたねそれは第3章のところで話をしましたけども、やっぱり投資に回すお金を増やす必要があり、収入を増やし、支出を減らせば余剰金が増え、投資に回すお金を増やすことができ、そのためには副業、家計管理、株式投資、この3つをやることが両学長の動画でも語られていたし、それによってですね、 資金を最大化し利回りをなるべく上げることにもつながって最終的に資産所得だけでなく資産も倍増することができるんじゃないかという話でございました今すぐ資産所得や資産というのは倍増できるものではないので今すぐ行動を始めることがとても重要なんじゃないかなというふうに思います僕も日々行動してますのでぜひ一緒に頑張っていきましょう では今日もお知らせを入れさせてください。個別銘柄をとことん分析するマガジンですが、毎週金曜日更新で分析記事をアップしております。今週もやっていきたいと思っていますので、月額制、初月は無料になっております。よかったら概要欄の URL をぜひチェックしてみてください。同じプラットフォーム内でノートというプラットフォームでメンバーシップをやっております。こちらも記事が読めるということではあるんですが、月額料金が若干異なります。どちらかを選択していただければなというふうに思います。よろしくお願いします。また2冊目の本もね、えー、今年の後半に書いていきたいと思って今準備していますので、ぜひ。 ぜひぜひこちらも楽しみにしていてくださいよろしくお願いしますということで今日はこんな感じで終わっていきます今日の中でも何か参考になりましたらグッドマークボタンをまた明日以降もこのような形で基本的には7時ぐらいを目標に動画を作っていきますので明日も聞いていただける方はぜひチャンネル登録よろしくお願いしますではまた明日テクニカル分析でお会いしましょうさようなら